今日も一日お疲れ様でした。フリーアナウンサーの舞です。このチャンネルはすやすや眠れる朗読をお届けしている睡眠朗読専門チャンネルです。今回はお姫様をテーマにした日本昔話集です。日本の昔話でお姫様といえば かぐや姫や乙姫などが有名ですが、今回は中でも珍しい作品を選びました。心を込めて朗読します。よろしければお休みになる前にチャンネル登録をお願いいたします。そして感想などもコメント欄にてぜひお聞かせいただけますと励みになります。では、 今夜もゆったりとおやすみなさい。美しい山姫。むかーしむかし、備前の国、岡山県に一人の漁師がいました。ある日のこと、 獣を追うのに夢中であちこち走り回っているうちに、どんどん山奥へ入り込んでしまい、道に迷ってしまいました。さて、これは困ったことになったぞ。この山は夜になると化け物が出ると聞くからな。漁師が草木を分けて進んでいくと、 ふいに、うしろで、ひとのけはいがしました。ふりかえってみると、なんと、ひとりのむすめがたっていて、にっこりと、ほほえんでいるではありませんか。としははたちほど、まるでえからぬけだしたようなびじんで、かおはすきとおるようにしろく、 肩まで垂らした黒髪は艶やかで、花柄の着物も珍しく、溢れるような色気があります。いくらなんでもこんな山奥にこんな娘がいるはずありません。もしかして人に姿を変えた化け物では男は、 素早く鉄砲を持ち直すと、娘の胸をめがけて玉を打ち込みました。ズドン。ところが、娘はその玉をひょいと右手で受け止めると、ボタンの鼻のような唇に加えて、にっこり微笑むのです。紛れもなく、 こいつは化け物だ。男は慌てて鉄砲に弾を込めて二発目を打ち込みました。ズドン。それでも娘は顔色一つ変えず、今度は左手でその玉を受け止めると、いかにも楽しそうに笑うのです。 さすがの男も怖くなり、その場に鉄砲を投げ捨てて駆け出しました。やっとのことで山から出ることができましたが、思い出すだけでも体がブルブルと震えます。その夜、物知りで有名な近所の老人のところへ行った。 今日の出来事を話しました。狐やきならもっと悪さをするはずだし、山んばが化けたにしてはあまりにも綺麗すぎる。すると老人は男に言いました。それは山姫というものじゃ。滅多なことでは会えぬ妖怪だが。 それはそれは美しい姿だというぞ。別に悪さをするわけではなく、おとなしくしていれば宝物をくれるという話じゃ。なんと、そうわかっていれば、鉄砲などを撃つのではなかった。まことに残念なことをした。 男はひどく悔しがり、それから何度も同じ山へ出かけてみましたが、ついに山姫に会うことはできませんでした。おしまい。吉祥姫。 昔々、公認天皇が眠っていると、夢の中に神様が現れて言いました。この絵と靴を持って国中を回られよ。さすれば、この世にまたとない美しい姫を授かるであろう。 天皇が目を覚ますと、枕元に一枚の絵と靴が置いてあります。夢のお告げ天皇は枕元の絵を見てびっくりしました。これはなんと美しい姫だ。絵に描かれているのは 美しい女の人で、その笑顔はまるで女神のようです。天皇は早速、その絵と靴をみこに乗せて、国中を回ることにしました。そして、新しい国へ着くたびに、家来の一人が大声で叫びます。 このみこしの中にはありがたい絵と靴がある。これを拝む女には必ず幸せが訪れようぞ。幸せを願う女は誰でも構わぬからここに来て拝むがよい。それを聞くと女の人たちが我先にと集まってきました。 家来たちは集まった女の人たちの中から絵とそっくりな女の人を探そうとしましたが、どこの国へ行っても絵の女と同じ顔はありません。天使の遺構はいずもの国にやってきました。ちょうど田植えの頃で、 周りの田んぼでは大勢の人が働いています。家来は田んぼにいる女の人たちに向かって声を張り上げました。このみこしの中にはありがたい家と靴がある。これを拝む女には必ず幸せが訪れようぞ。幸せを願う女は 誰でも構わぬから、ここに来て拝むがよい。その声を聞くと、女の人たちが我先にと集まってきました。家来たちは集まった女の人たちの顔を一人一人調べましたが、やはり絵とそっくりの顔はありません。 ここにもおらぬか。ところが、ふと田んぼを見ると、若い娘が一人で田植えを続けているのです。家来は不思議に思って娘に尋ねました。これこれ、お前は幸せになりたくはないのか すると、娘が泥だらけの顔をあげて、倒えを続けながら言いました。私だって幸せになりたいと思います。でも、ここの田んぼで働かせてもらっている身分では、一時だって手を休めるわけにはいきません。 家来がさらに話を聞くと、娘の父は早くに亡くなり、病気の母を養うために、こうしてあちこちの田んぼへ働きに出ているというのです。真面目な娘にすっかり感心した家来は、娘にお金をあげようと思いました。 娘よ、これをそなたにあげよう。母親の薬代にでもしてくれ。家来が紙に包んだお金を差し出すと、娘は顔についた泥を拭き取って、家来に深々と頭を下げました。ありがとうございます。その時、 娘の素顔を見た家来はびっくりです。そ、その顔は、泥を拭き取った娘の顔は、なんとあの絵の女とそっくりだったのです。家来はすぐに娘をみこしのところへ連れて行くと、 天皇に事情を話して、神様からいただいた靴を履かせてみました。すると、これもぴったりです。これぞ探し求めていた姫に間違いない。天皇は大喜びで、早速娘を都へ連れて行くと、置き先として迎かいました。 その後、娘は、吉祥姫と名前を変えて、やがて、天皇の子供を産んだ、ということです。今でも、出雲の国には、この吉祥姫の墓があるそうです。おしまい。 はちかずきひめむかーしむかし、かわちのくに、おおさかに、ひとりのおおがねもちがすんでいました。なにふじゆうないくらしをしていましたが、こどもだけはどうしてもさずかりません。それで毎晩。 はせ寺の観音様に手を合わせてお願いをして、ついに念願の子供が生まれたのです。その子供はお母さんによく似た美しい姫です。ところが姫が13歳になった年、お母さんは 重い病気にかかりました。お母さんは姫を枕元に呼ぶと、私はまもなく遠いところへ行きます。私がいなくなるのは運命ですから、悲しむ必要はありません。さあ、母の形見に、これを頭に乗せていなさい。 と、役に立ちますからね。そう言って、重い箱を姫の頭の上に乗せたばかりか、大きな木の鉢までかぶせました。そして、お母さんは亡くなりました。お父さんは、姫の頭の上の鉢を取ろうとしますが、 どうしても外せません。そのために、姫は、はちかずき、と言って、ばかにされたり、いじめられたりしました。やがてお父さんに、二度目の奥さんがやってきました。この新しいお母さんが、悪い人で、 はちかづきひめにいじわるをしたり、かげぐちをたたいたり、最後にはおとうさんをうまくだまして、はちかづきひめをおいだしてしまったのです。家をおいだされた八か月姫はちかづきひめは、しくしくなきながら、おおきなかわのほとりにやってきました。 どこへ行ってもいじめられるのなら、ひと思いにお母様のそばへ行こう。ドボーン。思い切って川の流れに飛び込みましたが、木の鉢のおかげで浮き上がってしまいました。八かずき姫は死ぬことさえできないのです。 村の子供たちが八かずき姫に石を投げました。わーい、頭がおわん、体ご人間、お化けだ。ちょうどその時、この国の殿様で、山陰の中将という人が、家来を連れてそこを通りかかりました。 中条は親切な人だったので、八か月を家に連れて帰って、風呂焚き女にすることにしました。この中条には四人の男の子がいます。上の三人は結婚していましたが、一番下の若者にはまだお嫁さんがいませんでした。 心の優しい若君は、はちかずき姫が、傷だらけの手で、水を運んだり、お風呂を焚いたりするのを見て、慰めました。辛抱しなさい。きっと、いいことがあるからね。はい。はちかずき姫は、どんなに嬉しかったことでしょう。 こんなに優しい言葉をかけられたのは、お母さんが死んでから初めてです。それから何日か過ぎました。若君はお父さんの前へ出ると、父上、私はあの娘と結婚しようと思います。辛抱強く、 心の優しいところが気に入りました。と言ったのです。もちろん、お父さんの中将は反対です。ならん、あんな古焚き女など。い,いえ、あの娘は素晴らしい女性です。あれほどの娘は他にはいません。素晴らしい 他にはいないだとよし。では、嫁合わせをしようではないか。兄たちの嫁と、あの八かずきを比べようではないか。三人の兄の嫁は、とても美しい娘です。こうすれば、八かずき姫は、恥ずかしくて、自分からどこかへ行ってしまうだろうと。 考えたのです。さて、いよいよ、み合わせの夜が来ました。はちかずき姫は、思わず手を合わせて、はせ寺の方を拝みました。お母様、観音様、今夜、み合わせがあります。お兄様方のお嫁さんは、 とても美しい姫君たちと聞きます。私のような鉢かずきが出て行って、愛おしい若君に橋を架かせるくらいなら、いっそ、このままどこかへ。その時です。今までどうしても外れなかった頭の木鉢が、ぽろりと外れたのです。 蜂の下からは輝くばかりの姫が現れました。そして蜂の中からは金銀宝石が後から後からこぼれ出ました。そこへ現れた若君が言いました。やはりあなたは素晴らしい娘だ。さあ、美しい姫よ。 読め合わせに行きましょう。屋敷の中では三人の兄たちの美しく着飾った姫たちが並んでいます。そこへ八か月姫がニコニコと笑いながら現れました。おお<ー>お父さんの中将が 思わず声を上げたほどの眩しいばかりの美しさです。中将は八か月姫の手を取って自分の横に座らせると若君に言いました。まったくお前の言う通り素晴らしい娘だ。この娘を妻とし幸せに暮らすがよい。 はい、父上。ありがとうございます、お父様。それから、若君と姫は、仲睦まじく暮らして、二人の間には、何人かの子供も生まれました。ある時、八か月姫が、長谷寺の観音様にお参りをした時のことです。 本堂の片隅で、みすぼらしい姿のお坊さんに会いました。そのお坊さんの顔を見て、はちかづき姫はびっくり。まあ、お父様ではありませんか。姫、姫か。二人は抱き合って、数年ぶりの再会を、 喜びました。すっかり落ちぶれて、新しい奥さんにも見捨てられたお父さんは、はちかずき姫を追い出したことを後悔して、旅をしながら、はちかずき姫を探していたのです。すまなかった。本当にすまなかった。 泣いて謝るお父さんに、はちかずき姫は、にっこり微笑みました。い,いえい,いえ、いろいろありましたが、今は、とても幸せなのですよ。それからお父さんは、はちかずき姫のところに引き取られ、幸せに暮らしました。 おしまい。おさかべひめ。あまりの美しさに、しらさぎ城と呼ばれ、国宝であり、世界遺産でもある姫路城に、古くから伝わるお話です。むかしむかし、このお城の天守閣に、 幽霊が住みついているとの噂が立ちました。そのため、昼間でも天守閣には誰一人近づきません。ある雨の夜のこと、お城に泊まり込んで一晩中起きている役目の五人の侍たちが、幽霊の正体は何者だろう 話していました。すると、一番若い侍が、私が見届けて参ります。と、ろうそくを手に、天守閣への暗い階段を登っていきました。天守閣は、お城のてっぺんにある部屋です。侍が天守閣に登りつくと、 との隙間からぼんやりと明かりが漏れているではありませんか。侍が中の様子をうかがっていると、誰じゃそこにおるのは誰じゃ部屋の中から声がかかりました。侍が名前を名乗ってなぜここに来たのかを、 ありのままに話しました。では、お入りなさい。侍ムライは恐る恐る戸を開けました。するとそこには女の人が一人、机の前に座っていました。侍は声を上げそうになりました。 髪の長い女の人は、十二人への着物に赤い袴を履いています。美しい顔立ちですが、その顔色の青白さは、生きている人間ではありません。よく来ましたね。私は、おさかべ姫。このお城の主じゃ。 お前の勇気を褒めて、これを取らせましょう。おさかべ姫は、侍に、かぶとの切れ端を渡しました。ありがとうございます。しかし、ここは人の来るところではありません。はっ。では、お下がりなさい。 侍は無事に天守閣を出ましたが、背中が冷や汗でぐっしょりです。侍の仲間は若い侍が無事に戻ってきたので、どうだ、正体を見届けたかどんな幽霊だったと口々に尋ねました。若い侍は かぶとの切れ端を見せると、すべてを仲間に話しました。そして、その話は、さっそくお殿様の耳に入りました。次の朝、お殿様は若い侍を呼んで、お酒部姫にもらったというかぶとの切れ端を見せてくれ。 と言いました。侍が兜の切れ端を差し出すと。ふむ、うん、見覚えのある切れ端じゃ。調べてみよう。お殿様は、お城に昔から伝わっている鎧兜や刀を収めた部屋を調べました。やはりこれだ。これに間違いない。 かぶとのひとつのうしろのしころ。よろいかぶとの左右から後方に垂れてあごを守る鉄製のものがひきちぎられています。切れ端を当ててみるとぴったりとあいました。かぶとのしころをひきちぎるとは恐ろしい力の持ち主。 お酒部姫の祟りを受けないよう、天守閣の脇に、明神様の祠を祀ろう。この時から、姫路城では、お殿様が変わっても、お酒部姫を恐れて、祠を大切にし続けた、ということです。おしまい。 黒姫と黒竜。むかーしむ信濃の国に、黒姫という名前の、とても美しい姫がいました。その美しいという噂は、各国に知れ渡り、遠い国からも、姫を嫁にもらいたいという申し出が、 あとを経ちませんでした。ある秋のこと、そんな噂を聞いた山奥の大沼池に住む黒竜が、この美しい姫を一度見たいと思って蝶に化けると、殿様と散歩をしている黒姫のところへ飛んできて、姫の周りを ひらひらとまったのです。<laughs> まあ、きれいだこと。姫はとても嬉しそうに、黒竜が化けた蝶に微笑みました。その姫の微笑みに心を奪われた黒竜は、どうしても姫のことが忘れられなくなり、何日も悩んだあげく、 若侍に化けて、姫のいる城を訪れました。どの若者よりも立派な若侍に、すっかり感心した殿様が身元を訪ねると、私は、賀山の大沼池の黒竜です。姫を一目見て以来、姫のことがどうしても、 忘れられませぬ。どうか、姫を私にください。と、黒竜は、正体を正直に話したのです。それを聞いてびっくりした殿様は、いくら立派でも、人間でないものに姫はやれん。と、きっぱりと断りました。ところが黒竜は、 どうしても姫のことが諦めきれずに、それからも毎日城へ通うようになりました。そして百日目が過ぎたとき、黒竜は殿様に言いました。もし姫をいただけるなら、今後あらゆる災いからこの城を守りましょう。ですが、 どうしてもダメだというのなら、私にも考えがあります。私は、大水で、城とムラを押し流すことができるのですよ。これには、殿様も困りました。そこで殿様は、黒竜に、こんな約束をしたのです。明日、その人間の姿のままで、 わしの馬に遅れずに、城の周りを二十周回れたら、姫をやろう。本当ですかありがとうございます。黒竜が喜んで帰ると、殿様はすぐに家来に命じて、城の周りに刀を何本も埋め込ませたのです。さて次の日。 殿様は、城で一番足が速い馬にまたがると、やってきた若侍姿の黒竜に言いました。黒竜、よいか、少しでも遅れたら姫を諦めるのだぞ。そして殿様は、馬に一鞭当てて、勢いよく駆け出しました。 黒竜もすぐさま、殿様の後を追いました。やがて、家来が刀を仕込んだ場所に来ると、殿様はうまく馬に飛び越えさせて、無事にそのまま駆け出しました。しかし、そんなこととは知らない黒竜は、仕込んだ刀の罠に引っかかり、 体中を切り裂かれてしまったのです。ぬぬ、はかったなあ全身血だらけになった黒龍は怒りで龍の姿を現すと、龍の姿のまま馬に乗った殿様を追いかけました。そして血だらけになりながらも、 殿様を追いかけ続け、そのまま殿様に遅れることなく、城の周りを二十周回り切ったのです。黒竜は息も絶え絶えになりながらも、殿様に言いました。さあ、約束です。姫をください。しかし、 殿様は腰の刀を抜くと、わしは人間の姿のままでと言ったはずだ。お前のような化け物に姫はやれぬわ。と、黒竜に切りかかったのです。黒竜はその一撃をなんとかわすと、よくも裏切ったな、見ておれ。と、叫びながら、 空高く飛んでいくと、真っ黒な雲を空一面に張り巡らせて、激しい雨をゴーゴーと降らせたのです。その雨は一向に止む気配がなく、四日目になると川から溢れ出た水で、村々は今にも流されんばかりとなりました。 これを見た黒姫は、殿様が止めるのも聞かずに、外へ走り出すと、大雨が降る空に向かって叫びました。黒竜よ、私はあなたのもとへ行きます。ですから、どうか嵐を沈めてください。すると、どうでしょう。 あれほど激しかった大雨がぴたりとやんで、空から一筋の黒い雲が矢のように降りてきました。そしてその黒い雲が黒姫の体を包み込んだ途端、黒姫の姿と一緒に消えてしまったのです。その後、 殿様がどんなに探しても、黒姫は二度と見つかりませんでした。しかし、それ以来、村には何一つ、災いが起こらなくなったそうです。おしまい。あこや姫。 むかーしむかし、山形県の千歳山のふもとに、あこやひめというとてもことの上手なおひめさまが住んでいました。ある夜のこと、あこやひめがことをひいていると、ピーひゃララ、とどこからか素晴らしい笛の音が聞こえてきました。 アこや姫がその笛の音色に聞き惚れて思わず琴の手を止めると、その笛の主である若者が姿を現してこう言いました。私はナトリのサエモン太郎というものです。あなたの琴の音に惹かれてここまでやってきました。さあ、あなたのことをお聞かせください。 はい、それではご一緒に。それからというもの、アコヤ姫が琴を弾き始めると、若者は笛を吹きながら現れるようになったのです。そんなある日のこと、今日も笛を吹きながらやってきた若者は、沈んだ表情でアコヤ姫に言いました。 実は私は、千歳山のおまつなのです。明日私は流された名取川の橋材として切り倒されることになったのです。ですから、もうここには来られなくなりました。若者はそう言って悲しく微笑むと、すう。 煙のように姿を消してしまいました。次の日、アこや姫が名取川に行ってみると、サイモン太郎が言っていた通り、村では名取川の大橋が洪水で流されていて、その代わりに追い松が切られることになっていたのです。そんな、 くれしたアコヤ姫がそのま松のところへ行ってみると、すでにま松は切り倒された後でした。けれど、不思議なことに村人たちがそのま松を運ぼうとしても、ま松は見えない根でも生えているかのようにびくとも動かないのです。けれど、 アこやヒメがま松のそばに来て、切られたま松に手をかけると、今までびくともしなかったのが嘘のように、ま松は動き出したのです。それから数日後、アこやヒメはま松が切られた場所に若松を植えて、万章寺を建てて、菩提を弔ったのです。 やがてこの松は、あこやの松と呼ばれるようになり、あこや姫とおい松が最後に分かれた峠を、ささや峠と呼ぶようになったそうです。おしまい。うりこ姫。むかーしむかし、 あるところに子供のいないおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日のこと、おばあさんが川へ洗濯に行くと、どんぶらこ、どんぶらこと、大きなうりが流れてきます。おやおや、なんで大きなうりでしょう 家へ持って帰って、おじいさんと二人で食べましょう。おばあさんは、うりを拾い上げると、家へ持って帰りました。うりが大好物なおじいさんは、おばあさんが持って帰ったうりを見て、大喜びです。こんなに大きなうりは初めて見た。 よし、わしが切ってやろう。おじいさんが包丁を振り上げると、うりは一人でにパカッと割れて、中からかわいらしい女の子が飛び出してきました。おやまあ、子供のいないおじいさんとおばあさんは、 大喜びです。うりから生まれた子供なので、名前をうりこひめと名付けました。赤ちゃんの頃からかわいい子でしたが、うりこひめは大きくなるにつれて、ますますかわいらしくなり、やがて成長すると、けしの花のような 美しい娘になりました。そのあまりの美しさに、お殿様がお嫁に欲しいと言ってくるほどです。うりこ姫は旗を折るのがとても上手で、毎日楽しそうに旗織りをしながら、おじいさんとおばあさんが帰ってくるのを待っていました。 ある日のこと、うりこひめがいつものようにひとりで旗を折っていると、優しそうな声で戸を叩くものがありました。もしもし、かわいいうりこひめや、この戸を開けておくれ。お前の上手な旗織を見せてほしいのさ。 けれども、うりこ姫は、戸を開けずに言いました。いいえ、戸を開けることはできません。もしかすると、天の尺という悪者が来るかもしれないから、誰が来ても、決して戸を開けてはいけないと、おじいさんに言われているのです。 するとその声はもっと優しい声で言いました。おやおや、あの甘の尺がこんなに優しい声を出すものかね大丈夫だから開けておくれ。でも、塔を開けることはできません。それなら、 ほんの少しだけ開けておくれよ。ほんの少し指が入るだけでいいからさ。それなら指が入るだけ。うりこ姫はほんの少しだけ戸を開けました。するとその声がまた優しい声で言います。 ありがとう。お前はいい子だね。でも、もう少しおまけしておくれよ。ほんのもう少し、この手が入るだけでいいからさ。それなら、手が入るだけ。売れ子姫は、また少し糸を開けました。お前は本当 ここだね。でも、もう少しおまけしておくれよ。ほんのもう少し、この頭が入るだけでいいからさ。それなら、頭が入るだけ。うりこ姫がまた少し戸を開けると、戸の隙間から頭を突き出した天野尺が、 するりと家の中へ入ってきました。けッケケケお前はバカな娘だ。じいさんとの約束を破って、俺様を家に入れるなんて。天の尺はウりコ姫の着物を剥ぎ取ると、ウりコ姫を裏山の柿の木に縛り付けました。 それから、あまのジャクは、りこひ姫の着物を着て、りこひ姫に化けて、旗織りを始めました。まもなく、おじいさんとおばあさんが帰ってきました。りこひ姫や、寂しかっただろう。すると、あまのジャクが、 ウりコ姫の声を真似て答えました。ええー、とっても寂しかったわ。その時、家の前が騒がしくなりました。ウりコ姫をお嫁にもらうために、お殿様のかごが迎えに来たのです。ウりコ姫や、 お殿様のお迎えが来たよ。これでお前は何不自由なく幸せになれるよ。おじいさんとおばあさんはとても喜んで、うりこ姫に化けた天の尺をかごに載せました。かごの行列はお城へ向かって、 裏山の道を登っていきました。すると、柿の木のてっぺんで、カラスがこんな声で泣きました。かあ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 、かわいそう。うりこ姫は木の上で、おかごの中は甘の尺。おや みんなはそれを聞いて、うりこひめが縛り付けられている柿の木を見上げました。まずい、逃げよううりこひめに化けた甘野尺は、かごから逃げようとしましたが、お殿様の家来に捕まって、首をはねられてしまいました。こうして、 本物の売子姫がかごに乗ってお城へ行き、お殿様のお嫁さんになって幸せに暮らしたのです。おしまい。美しい山姫。昔々。 微仙の国、岡山県に一人の漁師がいました。ある日のこと、獣を追うのに夢中であちこち走り回っているうちに、どんどん山奥へ入り込んでしまい、道に迷ってしまいました。さて、これは困ったことになったぞ。 この山は夜になると化け物が出ると聞くからなあ。漁師が草木を分けて進んでいくと、ふいに後ろで人の気配がしました。振り返ってみると、なんと一人の娘が立っていて、にっこりと微笑んでいるではありませんか。 年は二十歳ほど、まるで絵から抜け出したような美人で、顔は透き通るように白く、肩まで垂らした黒髪は艶やかで、花柄の着物も珍しく、溢れるような色気があります。いくらなんでも、こんな山奥に、こんな娘がいるはずありません。 もしかして人に姿を変えた化け物では男は素早く鉄砲を持ち直すと、娘の胸をめがけて玉を打ち込みました。ズドン。ところが、娘はその玉をひょいと右手で受け止めると、 ボタンの花のような唇に加えて、にっこり微笑むのです。紛れもなく、こいつは化け物だ。男は慌てて鉄砲に弾を込めて、二発目を打ち込みました。ズドん。ン。それでも、娘は顔色一つ変えず、 今度は左手でその玉を受け止めると、いかにも楽しそうに笑うのです。さすがの男も怖くなり、その場に鉄砲を投げ捨てて駆け出しました。やっとのことで山から出ることができましたが、思い出すだけでも、 体がブルブルと震えます。その夜、物知りで有名な近所の老人のところへ行って、今日の出来事を話しました。狐や狸ならもっと悪さをするはずだし、山んばが化けたにしてはあまりにも綺麗すぎる。すると老人は、 男に言いました。それは山姫というものじゃ。滅多なことでは会えぬ妖怪だが、それはそれは美しい姿だというぞ。別に悪さをするわけではなく、おとなしくしていれば宝物をくれるという話じゃ。 なんと、そうわかっていれば、鉄砲などを撃つのではなかった。まことに残念なことをした。男はひどく悔しがり、それから何度も同じ山へ出かけてみましたが、ついに山姫に会うことは、できませんでした。 おしまい。吉祥姫。昔々、公認天皇が眠っていると、夢の中に神様が現れて言いました。この絵と靴を持って、 国中を回られよ。さすれば、この世にまたとない、美しい姫を授かるであろう。天皇が目を覚ますと、枕元に一枚の絵と靴が置いてあります。夢のお告げ天皇は、 枕元の絵を見てびっくりしました。これはなんと美しい姫だ。絵に描かれているのは美しい女の人で、その笑顔はまるで女神のようです。天皇は早速その絵と靴をみこしに乗せて、 国中を回ることにしました。そして、新しい国へ着くたびに、家来の一人が大声で叫びます。このみこしの中には、ありがたいえと靴がある。これを拝む女には、必ず幸せが訪れようぞ。 幸せを願う女は誰でも構わぬから、ここに来て拝むがよい。それを聞くと、女の人たちが我先にと集まってきました。家来たちは集まった女の人たちの中から、絵とそっくりな女の人を探そうとしましたが、 どこの国へ行っても、絵の女と同じ顔はありません。天使の一行は、出雲の国にやってきました。ちょうど田植えの頃で、周りの田んぼでは、大勢の人が働いています。らいは、 田んぼにいる女の人たちに向かって声を張り上げました。このみこしの中にはありがたい家と靴がある。これを拝む女には必ず幸せが訪れようぞ。幸せを願う女は誰でも構わぬから、ここに来て拝むがよい。その声を聞くと、 女の人たちが我先にと集まってきました。家来たちは集まった女の人たちの顔を一人一人調べましたが、やはり絵とそっくりの顔はありません。ここにもおらぬか。ところが、 ふと田んぼを見ると、若い娘が一人で田植えを続けているのです。家来は不思議に思って娘に尋ねました。これこれ、お前は幸せになりたくはないのかすると、娘が泥だらけの顔をあげて、 田尾を続けながら言いました。私だって幸せになりたいと思います。でも、ここの田んぼで働かせてもらっている身分では、一時だって手を休めるわけにはいきません。家来がさらに話を聞くと、娘の父は早くに亡くなり、 病気の母を養うために、こうしてあちこちの田んぼへ働きに出ているというのです。真面目な娘にすっかり感心した家来は、娘にお金をあげようと思いました。娘よ、これをそなたにあげよう。母親の薬代にでもしてくれ。 家来が紙に包んだお金を差し出すと、娘は顔についた泥を拭き取って、家来に深々と頭を下げました。ありがとうございます。その時、娘の素顔を見た家来は、びっくりです。そ、その顔は、 泥を拭き取った娘の顔は、なんとあの絵の女とそっくりだったのです。家来はすぐに娘をみこしのところへ連れて行くと、天皇に事情を話して、神様からいただいた靴を履かせてみました。すると、これもぴっ 一人です。これぞ探し求めていた姫に間違いない。天皇は大喜びで、早速娘を都へ連れて行くと、おき先として迎かいました。その後、娘は、吉祥姫と名前を変えて、やがて、 天皇の子供を産んだということです。今でも出雲の国にはこの吉祥姫の墓があれそうです。おしまい。はちかき姫。 昔々、河内の国、大阪に、一人の大金持ちが住んでいました。何不自由ない暮らしをしていましたが、子供だけはどうしても授かりません。それで毎晩、長谷寺の観音様に手を合わせてお願いをして、 ついに念願の子供が生まれたのです。その子供はお母さんによく似た美しい姫です。ところが姫が13歳になった年、お母さんは重い病気にかかりました。お母さんは 姫を枕元に呼ぶと、私は間もなく遠いところへ行きます。私がいなくなるのは運命ですから、悲しむ必要はありません。さあ、母の形見に、これを頭に乗せていなさい。きっと、役に立ちますからね。 そう言って、重い箱を姫の頭の上に乗せたばかりか、大きな木の鉢までかぶせました。そして、お母さんは亡くなりました。お父さんは、姫の頭の上の鉢を取ろうとしますが、どうしても外せません。 そのために、姫は、はちかずき、と言って、ばかにされたり、いじめられたりしました。やがてお父さんに、二度目の奥さんがやってきました。この新しいお母さんが、悪い人で、はちかずき姫にいじわるをしたり、 陰口を叩いたり、最後にはお父さんをうまく騙して、はちかずき姫を追い出してしまったのです。家を追い出されたはちかずき姫は、しくしく泣きながら、大きな川のほとりにやってきました。どこへ行ってもいじめられるのなら、 人思いにお母様のそばへ行こう。ドボーン。思い切って川の流れに飛び込みましたが、木の鉢のおかげで浮き上がってしまいました。八かずき姫は死ぬことさえできないのです。村の子供たちが八かずき姫に、 石を投げました。わーい、頭がおわん、体ご人間、お化けだ。ちょうどその時、この国の殿様で、山陰の中将という人が、家来を連れてそこを通りかかりました。 中条は親切な人だったので、八か月を家に連れて帰って、風呂滝女にすることにしました。この中条には四人の男の子がいます。上の三人は結婚していましたが、一番下の若者にはまだお嫁さんがいませんでした。 心の優しい若君は、はちかずき姫が、傷だらけの手で、水を運んだり、お風呂をたいたりするのを見て、慰めました。辛抱しなさい。きっと、いいことがあるからね。はい。はちかずき姫は、どんなに嬉しかったことでしょう。 こんなに優しい言葉をかけられたのは、お母さんが死んでから初めてです。それから何日か過ぎました。若君はお父さんの前へ出ると、父上、私はあの娘と結婚しようと思います。辛抱強く、 心の優しいところが気に入りました。と言ったのです。もちろん、お父さんの中将は反対です。ならん、あんな古焚き女など。い,いえ、あの娘は素晴らしい女性です。あれほどの娘は他にはいません。素晴らしい 他にはいないだとよし。では、嫁合わせをしようではないか。兄たちの嫁と、あの八かずきを比べようではないか。三人の兄の嫁は、とても美しい娘です。こうすれば、八かずき姫は、恥ずかしくて、自分からどこかへ行ってしまうだろうと。 考えたのです。さて、いよいよ、み合わせの夜が来ました。はちかずき姫は、思わず手を合わせて、はせ寺の方を拝みました。お母様、観音様、今夜、み合わせがあります。お兄様方のお嫁さんは、 とても美しい姫君たちと聞きます。私のような鉢かずきが出て行って、愛おしい若君に橋を架かせるくらいなら、いっそ、このままどこかへ。その時です。今までどうしても外れなかった頭の木鉢が、ぽろりと外れたのです。 蜂の下からは輝くばかりの姫が現れました。そして蜂の中からは金銀宝石が後から後からこぼれ出ました。そこへ現れた若君が言いました。やはりあなたは素晴らしい娘だ。さあ、美しい姫よ。 読め合わせに行きましょう。屋敷の中では三人の兄たちの美しく着飾った姫たちが並んでいます。そこへ八か月姫がニコニコと笑いながら現れました。おお<ー>お父さんの中将が 思わず声を上げたほどの眩しいばかりの美しさです。中将は八か月姫の手を取って自分の横に座らせると若君に言いました。まったくお前の言う通り素晴らしい娘だ。この娘を妻とし幸せに暮らすがよい。 はい、父上。ありがとうございます、お父様。それから、若君と姫は、仲睦まじく暮らして、二人の間には、何人かの子供も生まれました。ある時、八日月姫が、長谷寺の観音様にお参りをした時のことです。 本堂の片隅で、みすぼらしい姿のお坊さんに会いました。そのお坊さんの顔を見て、はちかずき姫はびっくり。まあ、お父様ではありませんか。姫、姫か。二人は抱き合って、数年ぶりの再会を、 喜びました。すっかり落ちぶれて、新しい奥さんにも見捨てられたお父さんは、八か月姫を追い出したことを後悔して、旅をしながら八か月姫を探していたのです。すまなかった。本当にすまなかった。 泣いて謝るお父さんに、はちかずき姫は、にっこり微笑みました。い,いえい,いえ、いろいろありましたが、今は、とても幸せなのですよ。それからお父さんは、はちかずき姫のところに引き取られ、幸せに暮らしました。 おしまい。おさかべひめ。あまりの美しさに、しらさぎ城と呼ばれ、国宝であり、世界遺産でもあるひめじ城に、古くから伝わるお話です。むかしむかし、このお城の天守閣に、 幽霊が住みついているとの噂が立ちました。そのため、昼間でも天守閣には誰一人近づきません。ある雨の夜のこと、お城に泊まり込んで一晩中起きている役目の五人の侍たちが、幽霊の正体は何者だろう 話していました。すると、一番若い侍が、私が見届けて参ります。と、ろうそくを手に、天使閣への暗い階段を登っていきました。天使閣は、お城のてっぺんにある部屋です。侍が天使閣に登り着くと、 どの隙間からぼんやりと明かりが漏れているではありませんか。侍が中の様子をうかがっていると、誰じゃそこにおるのは誰じゃ部屋の中から声がかかりました。侍が名前を名乗ってなぜここに来たのかを、 ありのままに話しました。では、お入りなさい。侍は恐る恐る戸を開けました。するとそこには女の人が一人、机の前に座っていました。侍は声を上げそうになりました。 髪の長い女の人は、十二人への着物に赤い袴を履いています。美しい顔立ちですが、その顔色の青白さは、生きている人間ではありません。よく来ましたね。私は、おさかべ姫。このお城の主じゃ。 お前の勇気を褒めて、これを取らせましょう。おさかべ姫は、侍に、かぶとの切れ端を渡しました。ありがとうございます。しかし、ここは人の来るところではありません。はっ。では、お下がりなさい。 侍は無事に天守閣を出ましたが、背中が冷や汗でぐっしょりです。侍の仲間は若い侍が無事に戻ってきたので、どうだ、正体を見届けたかどんな幽霊だったと口々に尋ねました。若い侍は かぶとの切れ端を見せると、すべてを仲間に話しました。そして、その話は、さっそくお殿様の耳に入りました。次の朝、お殿様は若い侍を呼んで、お酒部姫にもらったというかぶとの切れ端を見せてくれ。 と言いました。侍が兜の切れ端を差し出すと。ふむ、うん、見覚えのある切れ端じゃ。調べてみよう。お殿様は、お城に昔から伝わっている鎧兜や刀を収めた部屋を調べました。やはりこれだ。これに間違いない。 かぶとのひとつのうしろのしころ。よろいかぶとの左右から後方に垂れてあごを守る鉄製のものがひきちぎられています。切れ端を当ててみるとぴったりとあいました。かぶとのしころをひきちぎるとは恐ろしい力の持ち主。 お酒部姫の祟りを受けないよう、天守閣の脇に、明神様の祠を祀ろう。この時から、姫路城では、お殿様が変わっても、お酒部姫を恐れて、祠を大切にし続けた、ということです。おしまい。 黒姫と黒龍。むかーしむかし、の国に、黒姫という名前の、とても美しい姫がいました。その美しいという噂は、各国に知れ渡り、遠い国からも、姫を嫁にもらいたいという申し出が、 あとを立ちませんでした。ある秋のこと、そんな噂を聞いた山奥の大沼池に住む黒竜が、この美しい姫を一度見たいと思って蝶に化けると、殿様と散歩をしている黒姫のところへ飛んできて、姫の周りを ひらひらと舞ったのです。<laughs> まあ、きれいだこと。姫はとても嬉しそうに、黒竜が化けた蝶に微笑みました。その姫の微笑みに心を奪われた黒竜は、どうしても姫のことが忘れられなくなり、何日も悩んだあげく、 若侍に化けて、姫のいる城を訪れました。どの若者よりも立派な若侍に、すっかり感心した殿様が身元を訪ねると、私は、賀山の大沼池の黒竜です。姫を一目見て以来、姫のことがどうしても、 忘れられませぬ。どうか、姫を私にください。と、黒竜は、正体を正直に話したのです。それを聞いてびっくりした殿様は、いくら立派でも、人間でないものに姫はやれん。と、きっぱりと断りました。ところが黒竜は、 どうしても姫のことが諦めきれずに、それからも毎日城へ通うようになりました。そして百日目が過ぎたとき、黒竜は殿様に言いました。もし姫をいただけるなら、今後あらゆる災いからこの城を守りましょう。ですが、 どうしてもダメだというのなら、私にも考えがあります。私は、大水で、城と村々を押し流すことができるのですよ。これには、殿様も困りました。そこで殿様は、黒竜に、こんな約束をしたのです。明日、その人間の姿のままで、 わしの馬に遅れずに、城の周りを二十周回れたら、姫をやろう。本当ですかありがとうございます。黒竜が喜んで帰ると、殿様はすぐに家来に命じて、城の周りに刀を何本も埋め込ませたのです。さて次の日。 殿様は、城で一番足が速い馬にまたがると、やってきた若侍姿の黒竜に言いました。黒竜、よいか、少しでも遅れたら姫を諦めるのだぞ。そして殿様は、馬に一餅当てて、勢いよく駆け出しました。 黒龍もすぐさま、殿様の後を追いました。やがて、家来が刀を仕込んだ場所に来ると、殿様はうまく馬に飛び越えさせて、無事にそのまま駆け出しました。しかし、そんなこととは知らない黒龍は、仕込んだ刀の罠に引っかかり、 体中を切り裂かれてしまったのです。ぬぬ、はかったなあ全身血だらけになった黒竜は怒りで竜の姿を表すと、竜の姿のまま馬に乗った殿様を追いかけました。そして血だらけになりながらも、 殿様を追いかけ続け、そのまま殿様に遅れることなく、城の周りを二十周回り切ったのです。黒竜は息も絶え絶えになりながらも、殿様に言いました。さあ、約束です。姫をください。しかし、 殿様は腰の刀を抜くと、わしは人間の姿のままでと言ったはずだ。お前のような化け物に姫はやれぬわ。と、黒竜に切りかかったのです。黒竜はその一撃をなんとかわすと、よくも裏切ったな、見ておれ。と、叫びながら、 空高く飛んでいくと、真っ黒な雲を空一面に張り巡らせて、激しい雨をゴーゴーと降らせたのです。その雨は一向にやむ気配がなく、四日目になると川から溢れ出た水で、村々は今にも流されんばかりとなりました。 これを見た黒姫は、殿様が止めるのも聞かずに、外へ走り出すと、大雨が降る空に向かって叫びました。黒竜よ、私はあなたのもとへ行きます。ですから、どうか嵐を沈めてください。すると、どうでしょう。 あれほど激しかった大雨がピタリとやんで、空から一筋の黒い雲が矢のように降りてきました。そしてその黒い雲が黒姫の体を包み込んだ途端、黒姫の姿と一緒に消えてしまったのです。その後、 殿様がどんなに探しても、黒姫は二度と見つかりませんでした。しかし、それ以来、村には何一つ、災いが起こらなくなったそうです。おしまい。あこや姫。 昔々、山形県の千歳山のふもとに、あこやひめというとてもことの上手なおひめさまが住んでいました。ある夜のこと、あこやひめがことを弾いていると、ピーヒャララ、とどこからか素晴らしい笛の音が聞こえてきました。 あこや姫がその笛の音色に聞き惚れて思わず琴の手を止めると、その笛の主である若者が姿を現してこう言いました。私は名取のサエモ太郎というものです。あなたの琴の音に惹かれてここまでやってきました。さあ、あなたのことをお聞かせください。 はい、それではご一緒に。それからというもの、アコヤ姫が琴を弾き始めると、若者は笛を吹きながら現れるようになったのです。そんなある日のこと、今日も笛を吹きながらやってきた若者は、沈んだ表情でアコヤ姫に言いました。 実は私は、千歳山のおい松なのです。明日私は、流された名取川の橋材として切り倒されることになったのです。ですから、もう、ここには来られなくなりました。若者はそう言って悲しく微笑むと、すーと、 煙のように姿を消してしまいました。次の日、アこや姫が名取川に行ってみると、サイモン太郎が言っていた通り、村では名取川の大橋が洪水で流されていて、その代わりに追い松が切られることになっていたのです。そんな、 びっくりしたアコヤ姫がその追松のところへ行ってみると、すでに追松は切り倒された後でした。けれど、不思議なことに村人たちがその追松を運ぼうとしても、追松は見えない根でも生えているかのようにびくとも動かないのです。けれど、 アコ姫ヒメがま松のそばに来て、切られたま松に手をかけると、今までびくともしなかったのが嘘のように、ま松は動き出したのです。それから数日後、アコ姫ヒメはま松が切られた場所に若松を植えて、万章寺を建てて、菩提を弔ったのです。 やがてこの松は、あこやの松と呼ばれるようになり、あこや姫とおい松が最後に分かれた峠を、ささや峠と呼ぶようになったそうです。おしまい。うりこ姫。 むかーしむかし、あるところに、子供のいないおじいさんとおばあさんが住んでいました。あるひのこと、おばあさんが川へ洗濯に行くと、どんぶらこ、どんぶらこと、大きなうりが流れてきます。おやおや、 なんで大きなウリでしょう。家へ持って帰って、おじいさんと二人で食べましょう。おばあさんはウリを拾い上げると、家へ持って帰りました。ウリが大好物なおじいさんは、おばあさんが持って帰ったウリを見て、大喜びです。 こんなに大きなウリは初めて見た。よし、わしが切ってやろう。おじいさんが包丁を振り上げると、ウリは一人でにパカッと割れて、中から可愛らしい女の子が飛び出してきました。おやま。 子供のいないおじいさんとおばあさんは大喜びです。うりから生まれた子供なので、名前をうりこひめと名付けました。赤ちゃんの頃からかわいい子でしたが、うりこひめは大きくなるにつれてますますかわいらしくなり、 やがて成長すると、ケシの花のような美しい娘になりました。そのあまりの美しさに、お殿様がお嫁に欲しいと言ってくるほどです。うりこ姫は旗を織るのがとても上手で、毎日楽しそうに旗織りをしながら、 おじいさんとおばあさんが帰ってくるのを待っていました。ある日のこと、うりこひめがいつものようにひとりで旗を折っていると、優しそうな声で戸を叩くものがありました。もしもし、かわいいうりこひめや。 この戸を開けておくれ。お前の上手な旗折りを見せてほしいのさ。けれども、うりこ姫は戸を開けずに言いました。い,いえ、戸を開けることはできません。もしかすると、天の尺という悪者が来るかもしれないから。 誰が来ても決して戸を開けてはいけないとおじいさんに言われているのです。するとその声はもっと優しい声で言いました。おやおや、あの天の尺がこんなに優しい声を出すものかね大丈夫だから開けておくれ。 でも、戸を開けることはできません。それなら、ほんの少しだけ、開けておくれよ。ほんの少し、指が入るだけでいいからさ。それなら、指が入るだけ。うりこ姫は、ほんの少しだけ、戸を開けました。 するとその声がまた優しい声で言います。ありがとう。お前はいい子だね。でも、もう少しおまけしておくれよ。ほんのもう少し、この手が入るだけでいいからさ。それなら手が入るだけ。売子姫は、 また少し戸を開けました。お前は本当にいい子だね。でももう少しおまけしておくれよ。ほんのもう少し、この頭が入るだけでいいからさ。それなら頭が入るだけ。うりこ姫がまた少し戸を開けると。 との隙間から頭を突き出した甘野尺が、するりと家の中へ入ってきました。けっけっけっけけ、ケ、お前はバカな娘だ。じいさんとの約束を破って、俺様を家に入れるなんて。甘野尺は、売り子姫の着物を剥ぎ取ると、売り子姫を 裏山の柿の木に縛り付けました。それから天の塚はウりコ姫の着物を着て、ウりコ姫に化けて旗折りを始めました。まもなくおじいさんとおばあさんが帰ってきました。ウりコ姫や、寂しかっただろう。 すると、天の尺が、うりこ姫の声を真似て答えました。ええー、とっても寂しかったわ。その時、家の前が騒がしくなりました。うりこ姫をお嫁にもらうために、お殿様のかごが迎えに来たのです。 ウりコ姫や、お殿様のお迎えが来たよ。これでお前は何不自由なく幸せになれるよ。おじいさんとおばあさんはとても喜んで、ウりコ姫に化けた天の尺をかごに乗せました。かごの行列はお城へ向かって、 裏山の道を登って行きました。すると、柿の木のてっぺんで、カラスがこんな声で鳴きました。カー、カー、カー、カー。かわいそう。うりこ姫は木の上で、おかごの中は甘の尺。おや みんなはそれを聞いて、うりこひめが縛り付けられている柿の木を見上げました。まずい、逃げよううりこひめに化けた甘野尺は、かごから逃げようとしましたが、お殿様の家来に捕まって、首をはねられてしまいました。こうして、 本物の売子姫が籠に乗ってお城へ行き、お殿様のお嫁さんになって幸せに暮らしたのです。おしまい。